はい、東京ドッカン土曜日第1週目2015年ハッピーニューイヤー。さあ始まりました、2015年東京ドッカン土曜日第1週目。今日は3名じゃなく4名、若干1名遅刻で始まります。新年明けましておめでとうございます。東京ドッカン土曜日です、はい、毎週土曜日ユーストリーム第1毎週土曜日ユーストリーム17時から18時、毎週違う MC で送っております。東京ドッカン土曜日、さあ今年2015年始まりました。スタートラインに立ちました。これから第1年間どうなるんでしょう、さっぱりわかりません。ということで2015年東京ドッカン始まります。みんな新年よろしくお願いいたします。というわけで本日東京ドッカンの MC を務めさせていただきます、星野由依生です。アメブロ、フェイスブック、新ブログをやっておりますが、アメブロは最近サボっています、すいません。フェイスブックの方でお友達になってください、よろしくお願いします。さて、お隣どうぞよろしくお願いします。はい、沖琴恵と申します。去年飛び入りというか参加させていただいて、今年の初めも調子に乗ってまたお邪魔させていただきました。はい、Facebook 私もやってます、よろしくお願いします。はい、私たちは Facebook のお友達です、皆さんお友達になってください、お願いします。はい、はい、どうも、皆様良いお年をじゃなくて明けましておめでとうございます。12月からですね、なんかいつの間にここの番組に居ついてしまいました、足立正樹でございます。はい、今日はですね、まあ、お正月ということで、はい、いつもはちょっとユニークなそのキャラクターなんですけど、花眼鏡で今日はちょっとお正月ですので少しアカデミックにですね、はい、後でボロが出るかどうかは分かりませんが、素顔で、すぐ出そうですけどやりたいと思いますので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。はい、足立さんです。足立真夏さんです、よろしくお願いします。というわけで若干1名遅刻なんですけど後のお楽しみということで、じゃあ本日お正月トークに入ります。初トーク、さあ皆さん2015年幕開けしたお正月、あと1日2日2日しか3日とこの3日しかまだ2015年を体験していませんけど、どうでしたか、足立さん、お正月はいかがでしたか。正月はね、だけど何もなかったですねいや、というかほらおせちは食べましたか。おせちも食べてないんですよ。お餅だけはねちょっと食べたけど、はい、磯辺巻き、お雑煮は雑煮とかはしてないです。だから醤油と海苔だけで。それってもしかして自炊おせちもお雑煮も食べてないですね、全然。いや、そうなんですか、磯辺巻き。いや、ただね、はい、おせちっていうのはほら、はい、いろいろ入ってるけど、はい、あれ、はい、もう自分の食べたいものと嫌いなものが入ってるんですよ。だから、まあ、食べなかったけど、はい、もし食べるんだったら何を食べたい。自分、いや、だから、キントンとかほら、クリキントン。そうだ、要するに、黒豆とクリキントンの。そうそう、自分の食べたいものだけほら、単品で買って、でね、キントンって言えば、ちょっと話長くなって申し訳ないけど。いや、いいです、クリキントンの話ね、どうぞ。はい、普通はほら、キントンって言うと栗キントンじゃないですか。はい、もう一つね、豆キントンっていうのもあるんでね。黒豆の。いや、いわゆる白豆ですよね。そう、白いやつですよね。豆キントンってあるんですか。白いんげん豆なんで、はい、ほら、白あんみたいな、ほら、はい、白あんパンってあるじゃないですか。ありますね、はい、はい。あれの中身みたいなのがあるんですよ。ちょっと栗が混ざってる。いやいやいや、豆とその豆で作ったあんこ、白あん。ところがね、白あん。いや、よくわかんないよ。豆キントン、ところが。豆キントンって白あんと栗？いや、白あんと、だから白豆。豆で、だから、要するに豆で作った、白あんで作ったほら、白あんパンの中身みたいなのの中に。白あんと、白あんじゃないか、ちょっと言ってた。だから、白あんと、白豆。
じゃあ栗はないの。そのあんこの中に豆がポコ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 入ってて、栗は入ってないですよ。で、ヒドキントンっていうの。じゃあ豆キントンって言うの。いや、でも、だけど、これはね、いや、関東の人はあるんだけど、関西にはないんですよ。あ、そうなの。関西はね、栗キントン1種類しかないです。ないね。うん。だから関東はその豆キントンっていうのと、栗キントンと2種類あって、あ、どっちが好きなんですか？で、僕は欲張りだから、どっち、ほら、甘いものはみんな好きだから、両方食べたいから。で、それでだから自分の食いたいものだけ食って、で、はい、はい。で、あの、ほら、数の子とかああいうの俺ダメなんだ、俺。あ、辛いのはダメ。いや、違う、魚の卵があんまり好きじゃないのよ。あ、それとかね、あの寿司とか刺身もあんまり好きじゃないんだよ。ああ、そうなんですか。だから自分の好き食いたいものだけ食って、はい、っていうのがいいんだけど、今年はそれすらなかったっすな。はい、あ、じゃあ夢のような話だったんですね、今のはね。そう、だから夢物語だったんですね。ああっていう。いや、あまりの自分にとっては夢物語だったんですね。ということで、ちょっと話しや。豆キントンと何だったっけ、栗キントンが食えなかったという、はい、はい、でちょっとごめんなさい、話が脱線しちゃったんで お返ししますけど中途半端に返した。いやでもいいです、白キントンじゃない、豆キントンと栗キントンが大好きな足立さんだけど食べられなかったと。そうなんですよ、おせちが。で、焼き、何だったっけ、磯辺巻きだけ食べてたと。そう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 、ああれぐらいは作れるからさ。いやでも素晴らしい。いや、あれぐらいは作れるんで、はい、いいです、はい、奥さんいかがですか、おせちは作れました？おせちはまあちょこちょことを作って、はい、でまああのお正月でおせちっていう重箱に入れなくて、はい、皿の上に綺麗にこう個別に盛り付けた感じで、うん、で 年末築地行こうと思ったら寝坊して、うんうん、結局雨横になってしまって、ああそうですね、雨横でいい感じの人混みに潰されて、うん、でそのおせちの用意とかの後で、うんうん、あのこうジャーの鐘が鳴り出すじゃないですか。あ、そんなに夜遅く行かれたんですか。あ、いや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 、あのその用意をうちでしてから、ああの年越しそば食べて、その後、うん、初詣にジャーの鐘鳴ってるうちに行ったんですけど、あ、深夜、ええ、あ、どこに、の近所に、あ、神社があるんで、ああ、ね、いいですね。そんなにメジャーな神社じゃないと思ってたんですけど、あ、神社、すごい並んでて、あ、私もそれね、去年今年すごかったですよ。いや、今年は決めたんですけど、あの地上の鐘は鳴って、なんかちょっと散歩しようかって言って行ったら、なんか行列が並んでるんですよ、近所に。それで、え、何の行列と思って上がっていったら、小さな神社でおみきをね、こう配ってるんですよ。それでちょっと飲んだんですけど、すごい美味しかった。2年か3年前、2、3年前だいぶ前になりたんですよ、ね、あ、お酒をこう、いや、じゃあ、あのね、あの神社、小さな神社に入れて、はい、一人一人こう並んでる人、おみきをこうやって、それいただいたんですけど、美味しかったですね。今年はどこも行ってませんけど、初詣行ってないんですけど、あの、おせちは、あの、おせちですよ。あれ、ちょっと待って。おせちは、あの適当にこうお皿に並べて、おせちっぽくして、おせちっぽくして、お雑煮を作って、あのお雑煮ちゃんと作って食べて、一応お正月っぽいなっていう雰囲気、おせちを食べた、あ、お正月だっていう、そういう気持ちで、あのおせちはお正月、今年お正月はそれで、あとはあの いつもの変わらず自転車で近所を走り回って、どこの店は閉まっている正月やって。お医者さんやってないよね。いや、今日がやってるやってないとか、そんなくだらないことを言いながら自転車で走ってやってたのがドラッグストアとケンタッキーや。ああ、いや、この時期ほらめっちゃ寒いから風邪ひくでしょ、うん、だけどお正月だからお医者さんもほらやってないしね、ね、最悪はもう救急病院しかないんですね、こういう時は。あ、そういう話になる、うん、いや風邪だった、いやほんまにそうですよ、になったのね。ああ、そう、いやなんか変な話になりそうなんですけどね、じゃあやめましょう。ちょっとなんか、ちょっと危ない話だから、ちょっとこう話を伸ばして、じゃあちょっと戻してもいいですか。戻してください。で、神社並んで甘酒もらって、おみきもらって、で、その後調子づいて、ずっと朝方まで飲んでました。お酒を、もうだって並んでるのだけで1時間以上並んでて、その間にちょこっと飲んじゃったもんだから。8時ので見たんですか。
暑いのでは多分、ね、うちの中でテレビで見てました。いや、お酒飲みながら。初日の出はいかがですか？初日の出。あれ。ああ、すみません。初日の出ね。いや、初日の出もしてないですね。だから見てないね。いや、というか、あれでしょ、初日の出って、だから、初詣行った帰りに、そのほら、太陽が出てくるの見るやつでしょ。はい、そうです。いや、それだから初詣も行ってないから、全然初日の出もしてないですね、全然ね。あ、そうですか。うん、なんか若いうちは外で見たかったんですけどね、だん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 もうその、 あの寒い中出ていくのが、いや、 いやそれはありますよ ね。いや、私雪が降ってたんです、雪が、お正月、うん、雪が、小雪っていうか雪が降ってて、 あの日の出はみんな見れなかったんですけど、あの小雨だ、小雪が降ってて、あのなんかこう、つりしたお正月でしたよ。はい、あ、そうか、はい、ちょうどその年変わる時は雪、はい、そういうわけで、というわけで、はい、あとで若宮優子さんがいらっしゃるんで、はい、あのとりあえずあのお正月のことはこの辺で、はい、ちょっと待って、お題の方をいいですか。はいはいはい、お題がある、お正月のお題があるんですけど、皆さんにお正月、私のこれが好き、これが好き、老将を、私はこれが好きよ、老将をやっていただこうと思います。私はこれが好きなの、老将っていうのを、朗読っていうか、それを皆さんにちょっとやっていただこうと思いますけども、今まだ一人見えてないので、一人は最後に言われていただいて、一人ずつ、まず聞いてください。私からですか。いきなり言われた。はい、みんな、まあ、ましょう。一応お題に沿ってるのかよくわかんないんですけど、はい、私の好きなのに、はい、寒いねと話しかければ寒いね。あ、ちょっと待って待って待って、これから始まるっていうね、どっから始まるかわかんないんで、ごめんなさい。まず、1、2、3入ってるんで始めてください。はい、どっから始まったかわかんなかったんで、すいません。せーの、1、2、3、スタート。寒いねと話しかければ寒いねと答える人のいる温かさっていう俵万智さんの、まあ、詩なんですけど、もう一回言ってください。寒いねって話しかけると、うん、寒いねって答えてくれる人がいる温かさっていう感じです。寒いねって話しかけると、寒いねって答えてくれる人がいる温かさ。はい、あ、田原町さん、はい、なんかちょっとしみりしちゃうんですけど、いや、今年の小雪のようですね。小雪が降ったね。いいですね、なかなかね、なんとなく冬になると、はい、ああ、そういうのいいな、いいね、なんとなくほっこりする感じがする、ね、そう、ほっこり、しっとりとほっこりする感じで ね、いいですね。なんか割とあの短い俳句で、うん、というわけです。奥さん の、 今年の新年の初朗唱は、寒いねって話しかければ寒いねって答えてくれる人の温かさ。私にですね、やっぱり。いや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 。はい、じゃあ、次、お次の、どうしましょうかね。一番足立さんに長いことやってもらいましょうかね。ロングタイム、ロングランは足立さんにお願いいたします。寒いね、あ、違うのロングランコース、ちょっと違いますね、足立さんお願いします。まあね、私はね、その自分ツッコミっていうのね、うん、この自分で言って自分でツッコむ、これがね、やっぱり素晴らしいなと。行き過ぎた自分にツッコミを入れる、過剰な言動をした人が冷めた目線で自分にツッコミを入れるというギャップがポイントですと。え、何？わかんない。過剰な言動をした人が冷めた目線でこう自分にツッコミを入れるという、そのギャップがポイントですと。それってさ、2人人がいるの？1人いや、自分で1人で、いや、だから自分の、そう、言動に冷めた自分が、そうそう、結局自分で言って自分で、
あの自分で言って自分で突っ込んで、例えばその、いやー君とは初めて会った気がしないなーつって、なれなれしくしてすいませんって自分で言って自分で言う、自分で冷めた目で、そうそうそう、自分で言って、いやなんか足立さんぴったりじゃないですか。そうそう、だからそう、あの自分でこう、こうなんていうか、ギャグをね、あのすごい言って、うん、実はすごい冷めてると、そうそう、いやぴったしなんか、そうなんですか、いや、っていうか僕の場合はほら、あの言ってさ、外す場合が多いでしょ、言ってこう笑わせようと思ってこう言ってもさ、なんかスコッと空振りしちゃって、しらーっとした雰囲気がさ、うん、それがちょっとね、自分ツッコミ、いや十分面白いですよ。どうですか、うん、自分ツッコミになって十分言ってますよ。どうあれおかしいな、違った、いや、ゆうせいさん乗って、不動状態、今乗ってくれるかと思ったんですよ。不動だった、ごめんね、乗りようがないって、ゆうせいちょっとボケ天然だからね、ごめん、不動でなんかどうぞやってください、なんか何でも、うん、いやだから、うん、自分で言ってね、こう自分で突っ込んで、うん、自分でそのなんとか、ぼ、じゃあちょっとあの告白みたいな、告りを、新年の告りをしていただけますか。新年冷めた自分突っ込みで、うん、いや皆さんどうも明けましておめでとうございます。まあね、あのこの放送をこう見ていただいている方はおそらく女性が多いと思うんですけど、そうなんですか。いや、あの いつもその一人だけいるそのあの男は何者なんだとね、うん、で、多分ね、うん、こう炎上してると思うんですよ今、うん、全然してない炎上ね、全然炎上してない炎上してない、あ、いや、いや、はい、これは誰だとかこう書き込みとか入ってないですか全然。いや、まだ入ってないです、手書きはね。おかしいなぁ。いや、これも…割りが足りないじゃないですか。うん、これも、いや、これも自分ツッコミですかね。あー、なるほどね。あるのは自分ツッコミですね。はい。ちょっと、馬力が足りない。うん、もっとなんか当たって…いや、それは、だってもうほら、馬は去年行っちゃったから。あ、そうですね。羊年だから。羊は、ね、うん、でも羊は、あの、なんか、あの、富の…羊？富の子羊と書いてありますよね、すいません、なんかそんな感じです。富？富。なんか金持ちの象徴。そう、そのとこに何か書いてある。めーって、あの、安倍…なんか安倍首相のツイッターに書いちゃったんですよ。どうしたんですか？ダメだ、自分で一人かもしれません。安倍首相のツイッターに、羊と羊って、いや、富の象徴だって書いてあったね。いや、これ関係ないけどね、あ、別にツイッターの話ですから。あのツイッターに羊は富の象徴だって安倍首相のツイッターに書いてあったって、それは羊ね、ヤギじゃないんですね、羊だって、この地、羊でしょ、ああそうだね、羊っていうのは富の象徴だって、うん、ツイッターに書いてありました。でも、でもよく、はい、でも羊とヤギ間違えるんだけど、なんで羊だけ、やっぱり違う、全然違うの、やっぱり違う、あね、羊はね、であるでしょ、羊っていう干支があって、ヤギはヤギだっていう西洋先生とヤギ、あ、はいはいはい、ヤギ、はい、ヤギだっていうのがある、ヤギさんありますね、そう、でも羊は干支であるんですよ。いや、あ、羊もあるじゃないですか、星座お羊座っていうのは、お羊座もあります、あるでしょ、ありますで、なんで、突っ込めた、なんでヤギ、逆に突っ込めた、なんでヤギは、なんでヤギは干支にいないの、そんなこと言われちゃう、ちょっと、じゃあネズミだってなったらどうすんの、いや、だからネズミはほら、やめてくれ、ちょっと、いや、俺は、まあ、あの、俺はネズミ、ネズミ男の、ネズミ年なんだけど、あ、寝年なんですか、うん、だけど、はい、あのネズミはほらだから、あのほらよくユージェンさんの牛の背中に乗っててゴール寸前でぴょんって飛ぶ、そうそう、ネズミがね、トップだったって、で賢いんですよね、だから12番までイノシシまで行って、うん、じゃあ13番目がヤギだったんじゃないのかな、ほら、あ、え、猫か、13番目は知らない、何なんそれ、そんなの聞いたことありますね、何なんネズミは突っ込んだって知ってる、聞いた、いやだから猫はほらだからネズミから連絡が来てなくて
その神様のその召集っていうかお呼び出しを知らなくてさ、うん、慌てて行ったけど12番までに入れなくて、本当？それで猫はそれからネズミを襲うようになったってよく。ちょっと猫の真似してくださいよ。猫の真似。やるんですか？やってやってみんなやってみんな。にゃーん。やどうぞ。私もやるんですか、うん、私バカなんです。バカ正直ですからバカなんです。出遅れた猫のまで出遅れた猫、ね、ああ出遅れた猫、ね、私バカなんです。ほんとこんな感じでもうあかわいいですね。マジで間に行かれちゃったって話ですか。いやいや私も出遅れた猫でニャーってバカな話でした。バカな話でした。ごめんなさい。こういうわけで2人の老朽は終わりました。まだ来ません。一体いつだったら来るんでしょう。しょうがないのでいつも優勢ってスピード強でどん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 走っていっちゃうんですけど、残念ながら4人目の方がいらっしゃらないんで残念なんですが、残念ながら優勢が、残念なんですか。とっても残念なんですが、自分で作ったポエム去年作ったんですけど、それを言葉の範囲だと唯一は音域が狭いんで、オイルドミーっていう舞踊の老将シプラハの仕方で優勢を作った詩を朗唱させていただきます。ちょっとドキッとするんですが、ちょっとね、ちょっと覚悟させて、ちょっと二人でトーク、ちょっと覚悟は言うんで二人でトークしてくださ い, い そ, んなにそこを頑張ってください。いやてかだってポエムするんでしょ。二人でトークしてください。ちょっと二人でトークしてください。何でもいいですが、日常会話でいいですか。どうぞ。すいません。いやでだから猫は猫の話にもあるけど12番に入れなくて13番目だったから、それでそれからネズミを襲うようになったって話ですよね。ひょっとしたらヤギもそこにいたのかもしれない。いろいろだからこれもうじゃあ行きます。あっちょっといただきます。ちょっと声が大きくなるかも分かりませんけど、リーダー、私のふるさと、リーダー。リーダーは科学が発達していた。いや、しすぎた。そして星が核爆発を起こしたのだ。しかし、ディラ星人はいる。生き残りのディラ星人。しかも、私のそばに。ディラ、私のふるさと、ディラ。というわけで、優勢の老将は、今年の老将は、昨年作った、夏に作ったポエムで。リラってのはどこなんですか？リラ星っていうのがあるんですよ。多分知ってる方は少ないと思うんですよね。ウルトラセブンにビラ星人っていうのが出てきたけど、あれとは違うんですか？そうなんですか。いや、それとは違うんですか、全然。いや、知りません。リラ星人って言ったら、いや、ビラ星人って言ったら、ビラって言わないで、エビ人間みたいなの出てきたんで、いや、あれと違うんですか。はい、ほとんど知らない方が多いと思います。ちょっとした話で言うと、多分ですけど、メタリカとかメガディスって知ってます？いや、分からないな。あっち系のね、ヘビメタ系の人はね、ヘビメタ割と知ってるかもしれない。ヘビメタ系の人は知ってる成人かもしれない。ああ、ヘビメタ趣味？いや好きですか、ヘビメタ。いや趣味
いや聞きますよ、はい、はい、耳元も聞きますし、はい、あ、そうですか。耳元で踊ったこともありますし、はい、聞きます。聞きませんか。あ、まあ、まあ音楽の話ちょっと、ちょっとここで音楽の話なんか、いや音楽の話しなくちゃ止まらなくなっちゃうから。いや音楽は、うん、そうそうですね、音楽はちょっとね、あのキリがないですからね、うん、はい、はい、あの何があの、うん、好きですか。いやだから音楽好きですよ、だからだから音楽の話しだすと止まらなくなっちゃうから今適当なところで止めてもらおうと思って。あ、さすが、私の音楽の話すると止まらなくなるんですよ。もう絶対止まらないです、うん、永遠続きますね。いやいや、そうなんですよ。何日でも続きますね、ぶっ続けて。いや、そこまではあれだけど、ぶっ続けて何日でも続きますね。そうですか、はい、もう止まらないですよ、音楽の話すると。本当ね、はい、まあ、そういうわけで、じゃあ、あの、そう、あの、なんですか、音楽の話をすると止まらないっていう、もう止まらないもん、しょうがないですよね。止まらないもんじゃないと、どっかなんか、いや、だから音楽の話って言って、うん、そこで南春夫でございますってやると話が止まっちゃうでしょ。止まっちゃうでしょ。止まるね。赤穂浪士なんとかとかさ、あの大昔の紅白歌合戦でこう歌ってたようなさ、うん、なんか演歌だから曲だから、なんかそういうような話するともうそこでピタッと止まっちゃうでしょ。話の続きようがなくて、ね、ちょっとついてけないって、ちょっと困っちゃうね、ちょっとそこからちょっとずれてるね。でもじゃあね、せっかくですから、うん、足立さんが音楽の話は止まらないって言うんだったら、うん、なんていうの、ピックアップできます？え？ピックアップ例えば、ピックアップっていうのはね、その自分が難しいよね、止まらない、止まらない話をピックアップ。自分が好きだったアーティストの話とか。そう、止まらない話をピックアップするって難しいと思う。まあ、まあ、僕らのほら世代はさ、まあちょっと違うかもしれないけど、世代がクイーンとかさ、エアロスミスとか ああいうのが全盛期だったから、ああ、ね、僕らの高校生ぐらいの頃ね、分かる、うん、ちょっと、いやいやだから、うん、まあっていうか、まあ、一番好きだったのはクイーンなんだけど、あ、クイーンが好きだったんですか。ただね、俺があいつはもうあれ23年ぐらい前かな、平成3年だね、1991年に、うん、ボーカルやってたフレディ・マーキュリーって人が HIV で亡くなったんですよね、うん、ちょっとオカマっぽい人ね、うん、であの人が亡くなって、うん、でだからもうそれで、まあ、自然消滅みたいになっちゃったけど、うん、その後そのバッドカンパニーっていうバンドがあってさ、そこのボーカルやってた、またなんか話がポール・ロジャースっていう、はい、ボーカルやってた人が何年ぐらい前かな、12、3年前に残ったクイーンのメンバーと一緒に組んで、そのクイーンの何か復活みたいな感じで、その昔の名曲をだからツアーみたいにして12、3年ぐらい前にやったんですよ、うん、で聞いたけどやっぱり違うんだよね、やっぱりフレディ・マーキュリーのその独特のちょっとこれっぽいさ、声じゃないとダメなんだよ、あ、声っぽい声じゃダメなの。いやそうじゃないけど、クイーンはやっぱりあの人じゃないと、あ、なるほどね、やっぱり違うんだよね、違う人が歌っても。クイーンにハマったんですか。ハマってたんだよね、高校生の頃が一番流行ってたんだよ。いや私ね、うん、クイーンにはハマらなかったんですよ、誰か。あ、そうですか。ごめんなさい。いや、あ、でも俺よりちょっと後なんでしょ。だからじゃない、クイーンにはハマらなかったんですけど、うん、だいたいその頃はね、クイーンにはまんないで、申し訳ないんですけど、うん、クラシックにハマった。クラシック、おー、すごい。クラシックばっかりになった。素晴らしい、かっこいいよ。いや、クラシックの人っていうのは、でもほら、流行とか関係なしに、うん、もうほら、本当に好きな人が聴くじゃないですか、うん、だからクラシックってのはすごいいい趣味だと思いますよ。いや趣味だと、あげられちゃったり、流行関係ないじゃないですか、うん、もう本当にだから好きで聴いてる人だけだから、うん、あれは本当すごいと思う。クラシック、うん、クラシックでもロシア人の作ったクラシックにハマってましたね。ロシアだと何、いいね、チャイコフスキーとか、ラフマニノフとか、スラビンスキーとか、すごいですね、そっち系にハマって、まあ普通のバッハとかモーツァルトとか、うん、
いろいろ来ましたけどね。バロックじゃないんですか。バロックも聞いたし、バーハも聞いて、モーツァルトも聞いて、あらゆる、いろんな人もね、そのために聞きまくりましたね、クラシックをね。なんだかね、その前はね、その前はね、なんとね、クラシックで、まさか、クラシックで余る前は、ジャズ、18歳の時。ジャズ、うん、ああ。10代の時ジャズに合わせた。なんでジャズからクラシック行ったのか分かんないんだけどね。だからブラックのジャズ聞くとね、なんかクラシックって聞けなくなっちゃったんですよ。でブラックのジャズ聞いた後に、ブラックのジャズ聞いた後にクラシックに行ったんですよ。だからジャズね、クイーンとかっていう方に行かなかったんですよ、うんうん、いやそれはだからほら、ああいうブリティッシュロック系とは全く違う世界ですからね、もう、うんうん、ジャズね。いやいや、沖さんのことを置いてきもりって、私たち。ああ、ごめんね。沖さんの音楽の。てか、音楽の話しちゃうと、こう、ほら、いや、でも、変な風に話がいっちゃうから。いわゆるさ、あの、うん、客観的に話せば、うん、あの、短く、短く、回復できちゃう。いや、音楽の話で、ほら、ハマっちゃうと、話が、その、ほら、変な風にいっちゃって、なんで？こう、番組見てる人とかも、ほら、しらけちゃっていけないから、ちょっと、じゃあここ でせっかくだから大木さんに少し話を直してもらって、あのなんかお正月の話とかに戻した方がいいんじゃないですか。そうそう、今から私ボーイの話をしようかと思ってた。ボーイ、音楽の話に乗ってもらってもいいです。ボーイですね、世界的に。日村京介とかの。そうです、そうです。あの狂ってる方の京介だった頃からのボーイの話で、私らもう多分世代だと思うんですけど、もうみんな熱狂的に結構ボーイに似てたんで、いいですね。結構海外に行ってないですね。新春から音楽の話と最高、うん、それで、はい、もうあれはもう解散するときには泣くに泣けたんですけど、うん、今から考えるとですけど、うん、再結成しないからこそボーイが永遠になってるっていう、うん、いや、そうかもしれないですね、うんうん、今は何が好きです？今ですか？今現在。今現在。今現在はね、例えばうちで音楽をかけるとじゃあ何かけます？いや結局ボーイかけてます。ボーイかけるんだ。ボーイかけるんだ。あの、足立さんは家で CD かけるとしたら何かけます？いやそれはお正月とかは音楽。いやそれはやっぱり南春夫でございますでしょ、お正月は。あれそうなの？あ、植木仁。これまた失礼いたしましたってやつ。一人やってんの？いやいや、だから音楽 CD 聴きながらさ、こうやって CD ってそんな CD 持ってんですか？いやいや、あのそんな、まあ、そんな CD 持ってんの？植木さん一人だけじゃなくて、ほらクレイジーキャッツっていうバンドがあったんだけど、あ CD あんの？その中のメンバーが植木さんだった、ほらリードボーカルみたいな感じで CD あんの？いや、というかまあ昔ちょっと持ってたんだけど、なんか最近見当たらないんだけど、あいや、というか、いや、植木言ってもみんな、見てる人、あ、もう大好きなんだ、植木さんが。いや、そう、好きなんだけど、いや、今この番組をご覧になってる人は、ちょっとあんまりわからないかもしれないけど。なんでだって、植木さんってさ、うん、なんだったっけ、あ、声違うか。いや、もうお亡くなりになっていますよ。分かっちゃいるけど、やめられないっていうの。あ、そう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 ですよ、そんなギャグ。スーダラブシッキー。そうそう。ホールスイラだったって、あれですよ。それですよ。それ言ってんですか、足立さんは。新年。新年さん、私今ふって思ったんですけど、足立さんの自宅を隠し撮りしとくと面白いかもしれない。そう、なんか知らない。新年一体さ、いそるだけ抱くばっ巻き焼き食べてさ、何やってたんでしょうね、この人。磯辺巻きだけ食べてさ、それ以外の時間で、ね、何やってたんでしょうね、ほんと。それやることは一つですよ。え今日の はい、このね、はい、ほら、収録に、のに備えて、はい、だからテレビ、今カメラはほら前にあるけど、はい、カメラ の代わりに、はい鏡の前で、こうやって、スイスイスイだなって。やってたんですか？練習してたんです。いや、それしかないでしょ。カメラ、で鏡をカメラに。鏡置いて、スイスイスイだなってやってた。そう、だから、今日はこれのためにね。おめでたくていいですね、おめでたいお正月で。だから、お正月だからおめでたいね。一人でも素晴らしくおめでたい、ね。お正月じゃなくてもおめでたい。ああ、素晴らしい。そんな思いで大変お仕事を過ごされて、それは素晴らしく明るくていいですね。
水水水だ、だからね、いや、その分かっちゃいるけどって、そうですよ。わーやったーやったーお正月待ってましたえ、明けましておめでとうございます。はい、若宮ゆうたさんです。お待ちしておりました。はい、よろしくお願いします。はい、今日は懇願してバックを着てきていただきました。はい、すいません。可能から和服を着てくださいとお願いして来ていただきました。はい、若宮優香さん、はい、どうぞ立ち姿を皆さんにお見せください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。和服、あの、あちらの方でもう少し、はい、あの、ちょっと前、いいです、ちょっともうちょっと前、はい、ま、その、あの、全身をできれば立ち姿。いや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 あ、チューリップですか。チューリップのポーカー綺麗。あ、蝶々にチューリップ、はい、蝶々の中に、ありがとうございます。着物をしてきました。恥ずかしい。お客様がいらっしゃいますね。え、あ、これ着るのがいけないところですか。あ、いやいやいや皆さん、もう改めて4人揃いましたんで、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは早速ですが、若宮優香さん、はい、今年のお正月はいかがなお過ごしでしたでしょうか。はい、今年のお正月はですね、カウントダウンを、中野の居酒屋で迎えまして、にぎやかな年越しでした。あ、はい、はい、いいですね、楽しくて。はい、で、今年の1日2日のお正月は、はい、はい、お正月はですね、こちらも、友達と4人で、明治神宮にお参りしてきまして、あ、はい、同じ、私も冷え性なんですけど、冷え性の友達に、あの、手袋の中にカイロ入れてもらって、もう完全な、はい、防寒対策。夜から？あ、違います。ですね、昼間なんですけど、はい、でも人多いですね、やっぱり、うん、私初めて明治神宮に行ったんですけど、はい、あんなに人がたくさんいるとは知らなくて、ね、はい、でもなんかすごくすっきりとした気持ちになりました。はい、いや、初詣、やはり行った方がいいんでしょうか。すごく悩めるところです。初詣はやっぱり行った方がいいんでしょうか。ああ、行けるなら行かれた方がいいと思います。ああ、そうですか。え、ゆいせいさんは行かれる。ゆいせいは初詣に行っておりません。あ、実は恋に行きませんでした。恋に行きませんでした。あの、はい、ゆうかさんは、ええ、行った方がやっぱり気持ちが変わりますか。いいですか。変わるか変わらないかで言ったら変わりますし、はい、神社ってやっぱり気持ちが良くなりますよね。なんか、はい、うん、はい、いいと思いますよ。わかりました。じゃあ優勢も頑張っていきます。はい、ぜひ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 。で、3人同賞終わりました。あ、そうですか。そういうわけで、なるほど。さあ、どうしようかな。やつぎばやり。じゃあ、まずそれより前に、着物は自分で着付けられたんですか。はい、自分で着付けしました。ああ、さすが女優の優香さん。あ、いえいえいえ、着物の着付けもちゃんとして、いえいえいえ、チューリップの、それもむしろ白でまとめてくださったのはとても、はい、そうですね、はい、ね、はい、素晴らしいですね。はい、はい、では催しても申し訳なく、ゆいせいのいつもの癖で、はい、走りっぱなんですけど、はい、走らないでおきます。走りっぱなんで、これは走っちゃうとまたいつものパターンで走らないでおきます。どうしましょう。どうしましょうかね。どうしましょうかね。でも確かに、うん、私とゆうせいさんで一番最初に初めて同士でやった時は、うん、もう走りっぱなしで、そう、走りっぱなしでね、最後もうスケまで来てね、何話しましょうかみたいになってしまいましたね。うん、そうですよね。はい、なんかゆうかさんの老将っていうのは、はい、ゆうせいは一緒のライブの時、一緒のバネッサのライブの時に、はい、あの
ちょっとゆいさんは楽屋で聞いてしまったんで、よく聞き取れなかったのはとっても残念に思うほど、いい朗唱でした。ゆうかさんの朗唱は個性的で、でも だけどゆうせいは生でまだ聞いてません。生で聞いたことはないんです。そういうわけで、ゆうかさん の朗唱というものをゆうせいは味わいたいというそういう願望がありまして、はい、私たちはもう済ましたんですが、ゆうかさんは朗唱 はかなりの路線の方です。なのでぜひともだと思います。すごいハードルを上げていただいた感じですか。申し訳ないですが、味は絶対あります。だからぜひ、長いですか短いですか。短く。あれ、みんな口を閉じ、みんな短いの言うんですみんな短い。どうしようかな。短いの？あ、短く。はい。短い。させて。ああ、じゃあ、でもちょっと、あまり地出すのは悪いんで、でも、ここでやっちゃうとまた突っ走りになっちゃうんですけど、でも、皆さん、じゃあ、聞きましょう。若宮ゆうかさんの。今年はどんな年になるんだろうな、はあ、天気もいいし空気も澄んでる、はあ、ああ出店が出てる、たこ焼き屋さん、はあ、いい匂い。すいません、一つください。おいしい。体の芯から温まってくる。あー、気持ちまでほっこりしてきた。よし、あとはおみくじ。でも中吉でも小吉でもない。なんか神様からアドバイスもらっちゃった。みんなどうだった、いいこと書いてた。私はね、すごくいいこと書いてた。多分ね、大吉。さ、じゃあこれからみんなで飲み行くか。ね。って感じでいいですか。はい。それが若宮ゆうかさんの朗唱で朗読です。とても味があって素敵な朗読だと ゆうせいは思います。本当にとても味のあるいい朗読だとゆうせいは思うんで、あえて若宮さんに朗読をさせていただきました。とてもいい、可愛らしい、とてもいい方、いい味だと思います。というわけで皆さんの朗唱が終わったんですが、とても楽しかったですよね。楽しかったって言って、若宮さんのお嬢もね、それで楽しかったんで、皆さんに今年の抱負、自分は今年はどうしたい、はい、自分の今年は2015年はこうしたいっていうことを一人ずつ向こうか。今年の抱負は私はこれ、はい、お願いします。そうですね、今年は、そうですね、ブログにも書かせていただいたんですけど、新しいことに挑戦したいです。で、今まで知らなかったことをたくさん知って、こう木が根をこう深く張っていくように、いろんな、そうですね、ことを吸収して、これから
芸能活動をしていくにあたって、こう何ですかね、地盤というか土台を築きたいなと思っております。あ、はい、ちょっとたくさん勉強したいと思います。はい。はい、どうもありがとうございました。では足立さん、はい、いやさっきね、こうほら若宮さんが朗読されるって言った時に若宮さんが自分ツッコミされるかと思って一瞬、いや自分ツッコミっていうちょっとさっきほら朗読の時に自分ツッコミっていうお話をされたんです。それで、要するに自分で言って自分でツッコミ、いや自分ツッコミされるんかなと思って一瞬ちょっと びっくりしたんだけど、あ、なるほどね、いや、なわけないですね。女の子は自分で、ね、いや、自分なわけないですよね。いや、で、まあ、何の話だっけ、あ、今年の抱負ね。そうです、若宮さんの自分作る話じゃなくて、こんばんは、足立正樹です。もう朝、もう夜は明けました、朝です。もう朝になりました。朝、はい、はい、朝です。朝いう感じで。はい、朝です、はい。一応今年はですね、やっぱりその憧れのタミヤ二郎さんに一歩でも近づけるようにそのもうタミヤ二郎さんを超えてるんじゃないですか。いや、あ、タミヤ二郎さん、ごめんなさい、すいません、今の違うの、タミヤ二郎さんがね、お亡くなりになった年超えちゃってるんだよ、もう。あ、ごめんなさい、タミヤ二郎さんの年齢超えちゃってるんだけど、まあ、憧れの民谷二郎さんに一歩でも近づけるようにですね、その、まあ、その芝居とかね、その俳優を目指してですね、はい、ちょっとやっていきたいと、はい、決してお笑いタレントではないので私、はい、頑張ってください、芝居の方で、で夢は大きくその山田太一先生の書かれたドラマに出る、はい、今年今年出る、今年出る、はい、番組見てらっしゃる方ぜひはい、じゃあぜひ今年告知を聞かせてください。はい、はい、どうも待ってます、はい、はい、だって聞いてないで、あら、もっと突っ込んだ方がよかったじゃん。いや、山田太一さんのテレビ番組に出たいです。脚本テレビ番組に憧れの人なんで。ああ、だそうです。どういう役で。いや、それはもちろん、どういう役で。あれだから山田先生が書かれてタミヤさんが主演されたドラマっていうのがあるんだけど、はい、例えば高原いらっしゃいとかね、あ、だからまあああいう あれでタミヤさんがやったような役がやっぱり憧れるんですよね。その前にも、高原いらっしゃいの前にも、あったけど、一つ質問なんですけど、はい、過去あった役をやりたいですか。あ、それもやりたいっていうのは、それでも自分で新しいジャンルを開発したいんですか。いや、新しいジャンルもしてみたいけど、俺ね、過去あった名作のドラマでもう一回見たいドラマってあるんですよ、はい、でもほら亡くなってる方とかもいらっしゃるから、はい、今のその俳優さんが要するにもう一回リメイクみたいな感じでね、あ、リメイクアクターね、うんうん、あ、そういう、オッケー、リメイクアクター再現ドラマ、それ再現ドラマじゃないの。いや、再現は違うよ。それはあれじゃ、こういうストッキングを頭からかぶった人がさ、人生ちょっとテレビ番組はちょっとノーテンパーなんでちょっとわかんないね。いや、再現ドラマっていうのはだからほらストッキングを頭からかぶった人がさ、こうやってカチャカチャカチャってほら鍵開けて中一瞬にあれでしょ、再現事件再現ドラマいうのは。うん、それに限らない。いやでしょ、いろいろありますよね、再現ドラマね、あれ演劇ね、いろいろありますよ、再現ドラマ、ちゃんとした演劇ですよ、あれもちゃんとした演劇ですよ。そんなちょっと話ちょっと飛んでた今。ちゃんとした演劇ストーリーですよね。はい、それはそれないので、ちゃんとした演劇ストーリー。これは私失礼しました。はい、うん、そうです、はい。演劇はちゃんとした演劇ストーリーですよね。はい。はいはい、じゃあ奥さんどうぞ。はい。はい。今年の抱負っていうか、毎年のように同じような抱負を持ってるんですけど、まずは自分の健康管理をしっかりした上で、どんどんいろんなものにチャレンジしていって、
まあ、あのもっと自分にとって実りの多い1年にしていきたいと思います。あ、はい、よろしくお願いします。あ、なんか優生なんですが、優生はねすぐでこういうものの考え方するんですけど、あの伊手座にね、あの去年のクリスマスイブの12月24日に土星が入ったんですよ。土星が侵入してきたんです。で土星って制御と試練の惑星なんです。制御試練の惑星がとうとう伊手座に侵入してきて、それがねやっぱり結構優生ってね、それ去年はね割と わがまま娘っていうか、あのわがままは通用した、割と言うのところではわがままな発言をしたりとか、わがままは通用した、でも苦しい一定だったんですけど、今年、あ、これから去年のクリスマスイブに土星が伊手座に入ってから、伊手座は制御と試練の惑星が入っているんですけども、なんと伊手座の主要星というのは木星で、ジュピターなので幸運拡大の星なんですよ、主要星が。だからね、伊手座の場合ですね、大体幸運拡大の星がずっと作用しているわけですけど、だからそれで土星が入ってくると、優勢はあのいろいろ今まではいろんな方面にあの興味は拡散してっていったのをあの制御して、もっとクリアな自分の本当の場をきちっとあの見つけて、そこに立ちたいですね。クリアな自分の場所をきちっと見つけて立ちたいというのが、それが今年はあのいる今年あのいる場所というのは、優勢にとってはクリアな場所であるという、そういうことになるんですけど、まあ、土星がいる、土星が優勢で、今年一度の人が立っている場所は、クリアな土台であるということになるわけですけども、これは優勢の、あの西洋先生の世界、そうなの優勢はそのクリアな場所をあのちゃんときっと制御して、わがままじゃないで、あのクリアにな立自分をクリアにしていきたいというのは、あの今年の、本願ですね。はい、星占いやってらっしゃるんですか。あの西洋先生って、西洋先生っていうのはね、あの いろんなことを言われますけどね、あの占いだとかね、あのなんとか毎日のなんとかの占いとかね、いろいろ言われ、いろいろ遊びでも遊びでもいろいろ言われますけどね、あの全くの、ま、嘘じゃないんですよ。嘘でダメ言ってるわけじゃないんです。うん、あのちゃんとね、あの数学的な計算をして、あの天文学に基づいて、あそれから割り出したものが西洋占星術なんです。だから私一応すごい数学家なんですけど、あのちょっと中心が、あのだからいわゆる何とかの占いとか動物占いとかいろいろあるでしょ。そんなんとはちょっとわけが違うんです。数学的な計算の上に成り立っているのが先生です。惑星と天文学の、ね、はい。だからな、毎日占いなんとかっていうのはアバウト、あれはあんまり当てになりませんけど、惑星がどこの部屋にいるとか、何座にいるとか、今何度の角度を取ってるとかっていうのはそれは事実なんです。はあ、難しい話です、すいません。そういうわけで、あの全くのデタラメじゃないってことです。あの科学的な根拠があるってことです。はい、はい。というわけで、ちょっと硬い話やってしまいましたが、それでは最後、なんか新年、なんかだんだん硬い話になってしまって申し訳ありません。それでは、ラスト、心、東京ドッカン土曜日、最後じゃなくて、また、最初の週、第1週目、2015年、第1週目、あと、わずかな数分残りましたが、みんなで分け合いと語り合いましょう、今年一年を。みんな一番今年何をやりたいですか？やりたいこと。何でもいいから好きなことやりたい。やりたいこと。何でもいいからやりたい、これやってみたい。そうですね。ありますか？いやー、今年やりたいことって言ったら、今さっきほら言った抱負と一緒ですけど、やっぱり演技ですね、やっぱりね、はい、うん、演技ですね、うん、はい、演技力は高めてますか？いやまあちょっとあの上がっちゃってるんで、あのもうちょっと隣に、じゃあ、あの優香さん、今年、はい、一発、はい、これやりたいってことあります？一発、そうですね、
あもういっぱいあるんですよ、ね、いっぱいいっぱいで、はい、ただ、詩や、うん、うーん短編小説は書いてみたいなと思ってます、うんうん、もういっぱいあるんですけど、うん、そうですね、はい、詩はぜひで今度またどうしてください。ああぜひぜひ自作を、はい、ゆうせいもさっきやったんですよ。そうなんですね。やったってちょっとだけだって YouTube でしっかり、はい、聞きます。はい、じゃあ奥さん、今年一発これはやっときたい。一発というよりは何発でも仕事で死にそうになるほど忙しくなりたいです。ああ、でもそれは確かにそうですね。ああ、そうですか、皆さん。それはほんと、それは本当そうですよ。やってるっていう充実感が欲しい。ああ、なるほどね。いやー、ちょっとここで出遅れ優勢ですよね。優勢は、一発やりたいんだったらそうだな。なんか一発大勝負をしたい一発大勝負をしたい。はい、なんか、なんか一発大勝負したい。はい、それは必ずしたいです。はい、それだけ。はい、なんか楽しみですね。いや、はい、でも今、ゆうせいさんから言われて、ちょっとやっぱり僕も頑張らないとダメだなっていうのを思ったんだけど、演技力高めてますかって言われて、いやだけどそれはやっぱりやってきますよ、努力して。はあ、頑張ってください。その表現力とかね、その表情とかね、やっぱりそのファーム見て、いやちょっと渋い俳優を目指して。いや皆さん、これ足立さんが何年後か、何年後って言っちゃ悪いかいつ渋い俳優になられているか。すぐも。いや、何年後って言っちゃ申し訳ないですよね。いつ渋い俳優になられているか、私たちはいつ目の当たりするか。いや、目の当たりに渋い俳優の。なんかすぐボロが出そうですけどね。いや、でも渋い俳優になるって難しいですよね。そうですね。ちょっと足立さん、すごく雰囲気が、素敵なので、うん、楽しみですね。そう。いや、というか、ぜひとも舞台に立たせてくださいよ。いや、というか、はい、いや、ちょっと美人にそういうこと言われると本気にして舞い上がりそうで恐ろしいんですけど。こんな美人さんが、いやいや、舞い上がりそうで怖いですよね。でも本気にしちゃって、いやね、舞い上がるっていう意味はね、ユーチューブで一番最初にね、北原白秋の狼っていうね、あの詩をね、いわゆるお糸見でやった時に、狼、北原白秋、狼って狼の詩を踊るわけですよ。そしたらね、本当に狼っていうのになっちゃって、すっかり狼になりきっちゃって、終わってもまだずっと狼でいたら、いや先生にね、お前、いつまで狼やってんだ、意外にやめろって言われちゃって、って思って、いやしっかりでもそれ入ってたわけでしょ役に。いやでも違う、だからね、パッとね、終わったらエンドってパッと消えなきゃいけない。でも役者魂すごいですよね。いやすごいですよね、それは。だってね、パッとね、切ってきちゃうと、削る、パッと切るっていうのはね、切り替え、切り替えチェンジ、チェンジを教わったんですよ。はい、はい、そういうわけで、なんかもう時間が迫ってきました。ゆうかちゃんがわずか、はい、和服をせっかく着てくれたのに、はい、タイムが少なくて、とっても残念です。いい朗読を聞かせてもらって、タイムがなんか、ゆうかちゃんのタイムが少なかったんで、とっても残念ですが、私たちも奥さんも来てくださって、なんか、ちょっと私たちのうるさいトークがちょっと言っちゃったんですよ。奥さんがなんかちょっとおとなしく、ちょっと引っ込み気味で、引っ込み気味で、なんか私たち引き立ててくださって、なんか大変、なんか申し訳ない、なんか、で、申し訳ないと思うんですけど、本当に奥さんと優香さんっていう、なんかかぐわしい女性が、ここにいらっしゃるから、私たちのこの番組が成り立ってるなって、なんて、その、
これ覚悟はしたからね、ちゃんとね、あのただ見ようでしょ、この二人から優香さんと奥さんが覚悟はしい感じでこう頼ってるっていうのは素晴らしいと思いますね。覚悟はしいなんて言われたの人生で初めてです。あ、そうですか。私もです。今日は美味しいポジションですね、両手に穴出て。そういうわけで本年のあるあ東京ロッカーこれでもう別れです。今年もよろしくお願いします。お願いします。新年よろしくお願いします。